構内に連なるタンク車 JT 専用線のスイッチャー、宇都宮貨物ターミナル駅は、栃木県河内郡上野川町大技多港にある、日本貨物鉄道の貨物駅。東北本線所属、地上駅。南北に通る東北本線の東側に沿って 2km ほどの長い構内を持つ。北側から、着発線、仕分け線、コンテナホームの順に並んでいる。ホームは2面2線。 その東側に日本オイルターミナル、宇都宮営業所が置かれている。また、仕分け線から日本タバコ産業宇都宮倉庫への専用線が分岐している。着発線が上下本線に挟まれる形になっている。着発線と仕分け線を結ぶ線路と上り本線が平面交差しないように、上り本線は高架線で通り抜けている。 駅舎には JR 貨物宇都宮営業支店が入っている。駅業務は日本オイルターミナルの子会社である宇都宮ターミナル運輸が行っている。また、当駅では日産自動車栃木工場で生産された自動車を車運車によって本木三沢駅近隣の日産自動車本木専用埠頭まで輸送するため日産号を運行していた。出荷された車種は プレジデントセドリック・グロリア・パルサーであった。セドリックの大半は、香港、シンガポール向けタクシー車であり、残りは、中東、中米メキシコの警察車両向けであった。パルサーは、欧州名サニーとして販売されており、英国以外の国向けで販売していた仕様であるが、実際は国内向けパルサー同様富士重工の委託生産で行っていた。グロリアは、 クウェート向けとして販売していた。プレジデントは海外では香港とシンガポールのみの販売であった。以前から当駅を代表する盛んな貨物輸送であったが、現在はほとんどが鉄道輸送からキャリアカーに置き換えられてしまった。現在でも駅構内には車運車へ自動車を積み込みするためのスロープの跡が残っている。なお、 営業活動が盛んでキャリアカーの不足する年度末に限定して同区間をゼロが保有する日産カーパックコンテナによって1日に30台から36台の自動車を輸送している。現在輸送されている自動車は本木専用不団から海外に輸出する高級車である。本校の内容は2014年3月15日時点のもの、昭和60年版私有化者番号表。 トワイライトゾーンマニュアル13ネコッパブリッシング2004年運送会社の倉庫などが多く、周辺は水田、住宅、工場などが見られる郊外地である。宇都宮市のゴミ焼却施設や陸上自衛隊宇都宮駐屯地にも近い。北関東自動車道が駅の上で交差している。かつて JR 貨物が貨車の保存施設を作ることを計画しており、 その展示予定車両として、東北新幹線の高架の下にある38番線に、小さ900系や550系、和布29,500型などの貴重な貨車18両が保存されていた。しかしこの計画が実現することはなく、宇都宮貨物ターミナルで保存する横1,000系1両を除く17両が2011年6月に他施設へと譲渡された。 これまで保存されてきた車両の形式と現在の保存場所は下記の表の通り、9 5 0 0型は2004年に、古記5500型は2006年に追加された車両。その他の車両は1989年から1990年にかけて集められた。ありがとうございます。